はい、億万長者合宿の第何話だったかな。吉田さんお疲れ様です。あのお金を稼ぐ方法ってやっぱりね、このワンツースリーでテクニカル的にやる方法ってのはやっぱりたくさん見つかりますね。たくさん見つかるんですけども、じゃあその方法があるってことが分かっても、それを実際やるっていう気持ちになる、やる気になるっていうのは、このマインドの部分はテキストには書いてないんですよね。だからこうやって伝え続けるしかないと思ってます。人がこの声なりね、波動で人の心に訴えかけていったら、たまに動く瞬間があるんですよ。そこにかけるしかないかなと思います。ただこの億万長者合宿、何千本取ろうとも動かない人は多くて、動く人はほんのちょびっとなんですよね。でも1000人中1人でも2人でも、そのテクニカルを使う気になる、そしてやってみるっていう方向に行くんだったら、ね、吉谷さんと私の運動も、まあ、無駄ではないのかなと思いますよね。何よりも私は吉谷さんがこれだけやってると、なぜかね、私は吉谷さんの方に収益が転がり込むっていうことなんですよ。だからこのぐらいのペースで行動してみると、似たような結果は出る、その可能性高いんじゃないかなと思いますね。じゃあちょっと実例を申し上げましょうか。あの私今ねポイントサイトをやってるんですよ。モッピーっていうポイントサイトなんですよ。そのモッピーっていうポイントサイトで、あの、まあ、いろんなねポイントをゲットする方法があるんですけども、大体私は1ヶ月に満たない間に21万ポイント、要するに21万円分の売り上げ立ててるんですよ。で、例えばね、FX の口座開設プラス FX の取引っていうのがあるんですけども、これ、1、2、3でやるだけで3万ポイントとか入るんですよ。3万円とか。でもこれ知っててもやらないですよね。だから儲かる方法、1、2、3の方法ありますよっていうふうに、これほどやっても、これほど知らせてもね、いや、ちょっと FX ちょっとなんか怖いんで抵抗あるんでとか、実際に取引してマイナスになったらやばいんでとか言ってやらないんですよ。ね、その他にも、例えば今私がやってるのは、あの家のね、あのリフォームの調査で業者さんに来てもらって見積もりを取ると報酬が確定するってやつなんですけども、これも今ね1万8000から3万3000ポイント要するに1万8000から3万3000円もらえるんですよ。家の調査するだけですよ。こっちでやることないですよ。でも申し込むと、いや個人情報が流れてるとか、業者さんが来るんですよとか言ってね、とにかくそうやってやる気を削ぐところをいちいち見つけるんですよ。であとは FX ですよね。FX も暗記すれば勝てるようになりますよと。ワン、ツー、スリーの方法は暗記することですよって言っても、いや、暗記するの大変じゃないですか、とか、覚えるのはなんか苦手なんでとか言って、結局やらないんですよ。その気にならないんですよ。例えて言えば、他にも、こう旅をしていて、で、向こうにゴールがあるんですよ。お城があるんですよ。そこにお姫様がいるんですね。で、旅をしていて、何人かの、あの、ロールプレイングゲームみたいなパーティーでね、5人ぐらいで旅をしていて、目の前に大きな川があるんですよね。大きな川があって、ゴールのお城、お姫様がいるゴールにたどり着けないって時に、じゃあどうするかなんですよ。これね、橋を架ける、泳いで渡る、迂回するっていう方法があるんですよ。でも、いや、泳いでやらなんか流されそうで、泳ぎが苦手なんで、ちょっとね、泳ぎ やってないんですよ、みたいなこと言ったらね、橋を架ける、力仕事が苦手なんで、橋を架ける作業ちょっとね、やったことないんで、ね、じゃあ迂回していく。いや、むちゃくちゃ遠いじゃないですか。近道ないんですか。結局、ゴールが見えていても、やらないんですよ。ゴールが見えていてもね。だから確定した未来っていうのは基本的にはないんですけども、確定した未来があってもやらないというのが人間の本性なんですよね。だからやる気にさすためにこの精神論をぶつけていくしかないんですよ。とかく人間ってのはやる気になるかどうかだけで未来は変わっていって、どんなにいい方法があってもやる気がなければ、それこそね、素晴らしいスポーツカーがあっても運転する気にならなければ運転することはできないですし、そうですね、美味しそうなご飯があっても箸を持って自分で食べなければ食べる気になりません。そしてスクールウォーズで滝沢先生いいこと言いました。滝沢先生はものすごく体がでかくてね、ラグビーで鍛えた根性もある。対して他の先生はもう不良たちにビビっちゃってやり合うことができないんですよ。だからそのね、ひ弱な先生が滝沢先生に言うんですよ。先生はいいですよ、そのでかい体があるから不良たちをね、首根っこを引っ捕まえて机にこう縛り付けることもできるじゃないですか、私はそんな度胸はないんですよって怒るんですよ。さあ滝沢先生こう言います。そうなんですよ、その通りです。私は体があります。だからあいつらを机に縛り付けることはできるでしょう。でもそこまでなんですよ、そこまでなんですよ。結局鉛筆を取って勉強する気にさせるかどうか本人が気づかないといけない。そういう意味ではあなたたちと同じ、私も無力なんですっていうわけなんですよね。まさにその通りですよね。だからどれだけね、コンサルの先生が心を込めてもレベルが高くても、目の前に来る受講生さん、塾生さんが本気で稼ぎたいとかね、本気で未来を変えたいとか、本当に自分の人生に挑戦したいと思わなければ、どんな素晴らしい銃を与えても、ハンマーを与えても、飛行機を与えても、
それは全部ね鉄くずなんですよね。で逆にですね、やる気さえあればナイフで全てを切り開くこともできるし、やる気さえあればこの紙とペンで1億円を稼ぐこともできるんですよ。紙とペンでね、相田みつおさんっているでしょ、紙とペンでね、人間だものって書いてね、もう有名人になりましたよね。ああいうことができるってことなんですよね。だからその気なんですよね、あのマインド、それだけではないでしょうかね。なんで残念ながら多くの人はマインドを生まれつき持ってませんし、鍛えてもマインドがつけられないし、だから継続するだけでゴールはたどり着くと。でも継続するだけでいいのに継続しないというね、こういうことになってくるんで、いつまでも吉田さんと私たちの時代は終わらないんだろうなと思いますね。さあどうでしょうかね。もっともっとセンスがあって、頭が良くってね、で目的意識が強くて、そういった優秀な方がたくさんいるはずなんですよ。私は吉田さんよりもね。でも生地優秀なだけに効率よくゴールを目指すことを考えていつまでも動けないんですよ。で私は吉田さんっていうのは自分が不器用だとかね、未熟だということも分かってますんで、とにかく近道をせずに、千里の道が一歩から始まるんだったら千里歩く気持ちでいるんですよ。近道があってもそこを使わないとかね、一段飛ばしも十段飛ばしも使わないと、まあそれだけしかないかなと思いますけども、結局それが近道だったという話じゃないですかね。では行ってらっしゃい。